コッペパンとは防水型で片手で持てる大きさでそこが平たいパンである日本独自のパンである形状はフランスのクピパンやアメリカ合衆国などで見られるホットドッグバンズと似ているが明治末期にアメリカでパンの製法を学び大正時代にイーストによる製パン法を日本で初めて開発した田辺源平によって考案され 日本独自の発展をしたパンである。コッペの語源は確かではない。一説にはフランス語で、切られたを意味するにあるとされる。スライスされたり、サンドイッチ用に真ん中に切れ目を入れられたりした場合、もう一つは焼き上げる前の生地にナイフで切れ目を入れられた場合に、この語が用いられる。日本の一部インターネットサイトでは、切れ込みが入った防水系の小型フランスパンをクーペとして、 紹介しているが、フランスでは、パンの名称としてはまず聞かれないものである。なお、クープを入れるフランスの小型バゲットは、リーンタイプであり、リッチタイプである日本のコッペパンとは、外皮の硬さなど、相違点が多い。日本国語大辞典には、石川敦氏の、焼け跡のイエスの一節、弁当用のコッペがに切れはヒっているが、引用として挙げられているが、より古く遡って、 太平洋戦争前の日本のシェフが、いわゆるフランスパンをコツペイと呼んでいる記録がある。アメリカで修行し、アメリカ式製、パン法の普及に尽力した田辺玄平を外するマルジュ製パンによれば、1919年に日本陸軍へ納入するために開発した、食パン生地を使った小型パンをもって、コッペパンの元祖とし、マルジュの10日なんで、毎月10日を、 コッペパンの日としている。太平洋戦争中、主食が配給制だった時にコッペパンが考案され、1個が1人の1食相当とされた。学校給食が開始されると、献立の主食は1980年代頃まで、コッペパンが主食を担っている場合が多かった。以下のような理由があった。1950年当時の学校給食用パンの企画では、原料配合率は、 質量比で、小麦粉が百、砂糖が三、マーガリンが二、イーストが二、食塩が一点七で、水分は全質量の三十七パーセント以下、製品質量は実食あたり千四百二十四グラムであった。二千十九年現在では、メシ食が主なので、パン食は週に一から二回程度。コッペパン以外にも食パンや、ロールパン、クロワッサンなどの足したよなパンが出されることもあるため、 昔に比べてコッペパンの登場回数が減っている場合もある。市販のコッペパンとしては福田パンが広く知られている。イケアの食材コーナーでもビストロで販売されている。ホットドッグの材料と同じものが販売されている。食べやすさや様々な具材と組み合わせられる点が好まれるだけでなく、学校給食で出された中高年世代には懐かしさを感じさせることから人気が高い。 上記のほか小規模なベーカリーから山崎製パンのような大手まで生産、販売している。喫茶店チェーンや和菓子会社によるコッペパン専門店も展開されている。前述のように切れ目を入れて様々な具材や餡を挟んで食べることが多い。東日本ではパンの横腹を切って上下に開く腹割り。西日本では上部を切る背割りが多い。コロッケや 焼きそば、スパゲティといった具材を挟んだものは、惣菜パンとして市販されている。これは、サンドイッチの一種であり、昼食のメニューとして今も昔も人気の品と言える。具材との組み合わせが、特定の地域や店舗に限定、または、特徴的な商品を、ご当地コッペと呼ぶこともある。そのままか、厚みを半分に切って、つぶあんやマーガリン、ジャム、 ピーナッツバターなどを塗ったり、おかずを挟んだりして食べる。牛乳に浸して食べることもある。他にも、マーシャルビーンズがある。フードトラックで販売されてる揚げ、パン、青森県のカツサンド。ありがとうございます。